どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの289。ではやっていきます。このポーズ今日で最後ですね。ちょっとやっぱりバランス取るのに苦労しましたね。真正面なんで、普通体型の正面気味のやつっていうのはどうしても顕著に現れてしまうんでね、難しかったなという。まあどれもね難しいんですけどね、結局は。で、そうそう、ちょっと前の動画でね、ラインスタンプをまた依頼されて、またシュナウザーなんですけどね、なんかシュナウザーの絵ばっかり描いてるなっていう感じがしないでもないんですけど、まあありがたい話ですね。そう、それで、その前回ね、ちょっと嫌な思いをしたところがちょっとあったんで、今回は1から、本当にラフからです。動画上げるんですけど、見るに耐えないですね。編集まだ全然してないんですよ。いつも、ラインスタンプが仕上がって、そっから、何だったかな、リクエストかな、リクエストをかけて、で、そっから OK が出るまでに、まあちょっと時間はかかるんで、で、大概リジェクトもね、食らうんでね。で、その間に動画編集して、まあリリースと同時期ぐらいに動画もアップするようにはしてあるんですけど、もう今回は、その、何かを言われないように、まあ、何かっていうのがね、ちょっと、あれなんですけど、まあ、リジェクトを食らわないっていうのももちろんありますし、いいスタンプを作りたいなっていう、せっかくね、ご依頼いただいたんで、また一生懸命頑張ってますよ。で、そう、それを全部1から撮ってるんですよね、今回。どうなのって思いますけど、それを動画にしようというのは、この画力で。まあでもね、仕上がったものがよろしければ、いいんではないでしょうかと思いつつ、スタンプの方ね、動画の方じゃなくてね、誰かが気に入って、あ、いいじゃんと思っていただければ、それはそれでありがたいのかなと思いますんで、頑張って作っております。こっちの手書いてないな、よいしょ。はい。まあ、こんなもんかな。では、とりあえず、5分ですね。測って、バランスに注意します。測っていきます。はい、5分経ちましたね。どうなのかな。はい。まあ絵を描くということに関して、まあ今日はね、絵について真面目に語る回ではないんですけど、ラインスタンプなんかね、最初にやってみるといいと思います。で、特に依頼を受ける方がね、少なくとも1個が売れるっていうのがあるんと、うわ、ずれてるな。少なくとも1個売れるっていうのがあるんと、お手軽なんでね、今最近8個ぐらいからも始めれるんで、機会があれば、ぜひやってみてください。では、チェックしていきましょう。合わせたのはここです。で、まあ、こっちの4分の1、4分の1、ここの4分の1。まあ、ここはよしよし。ここがちょっとずれたかな、こんだけ。で、首ですね。ここがこんだけ。もうここはこんだけずれてるんで。
まずその首に今度次合わせていきます。はい、ここに合わせたところでやったな。違うな。じゃあ股関節違うな。肩、うん、ずれてるな。上半身ガタガタやな。まあ下半身から見ていきます。では合わせたのがここです。股関節に合わせました。ここに合わせるとね、結構あったりする場所が多いんですよ。ここ書き直して正解でしたね。あ、ちょっとずれたか。まあもうちょっと大きく書けたらよかったかな。ここも、あ、ここ膝の位置バッチリですね。まあすねのあたりはここでこんだけズレが出てますけれども、まあいいのかなと思います。次上半身の方ですね。上半身の方もガッタガタですね。どこに合わせる？胸違うな。首か、やっぱり首に合わせました。合わせたのはここなんですけど、この今緑がちょっと深くなったところですね。合わせた場所ここです。ここなんですけど、本来書くべきところっていうのがまあここなんですよね。でこっちか、うん、分かりづらいな。よいしょ。ここは下にずれてるんです。でここは上にずれてるんです。要は体のなんて言うんでしょう、肩が傾いてるんですね。ダジャレではないですよ。肩が傾いてる。で、手の位置は両方ずれてると。高さはまあまあギリかな。こっち側は書き直し正解でしたね。もうちょっと長さが違うかったかなっていう感はありますが。こう。形はまあまあ良しとしましょう。細かい手のところは書きません。まあ、このポーズ、やはり正面形で、なおかつ普通体形となると、ごまかしも一切効かないんで、難しいなっていう印象がありますけれども、次回、また多分ポーズ変わると思いますが、頑張って描いていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメント、よろしくお願いいたします。では、また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。